また君なんかの女子が揺らいでる。いらなきゃよかったって思うことばかり。そしていつしか慣れるんだ、当たり前のもんとして受け入れるんだ。ただ一方は天使、もう一方は悪魔で、うれしそうなんだ、こうさえをちょうだい。ただの黒みしの先生って非常事態ってやつも歓迎でさ。ニシエヒガシエ、煙の知識教養など頬張り、どれ焼けそうならこの指止まれ、こんな厄介な人生だ、前が信じてる道を進むんだ。愛だ恋だと抜かしたって、所詮僕らアニマルなんてさ。人は悲しさが思って晴れそうな悩み抱えて、必死でも出して手が届かないが、不満並べたってキリがないし、昨日の僕になってバイバイ、素直になって風にまたがって、西や東へ張り付ける気になったって、明日に向かって生きてくんだって。転びはしませんぜって非常事態ってやつも歓迎でさ。西へ東へ必死でも出して